ポートウェインは、アメリカ合衆国インディアナ州アレン郡にある都市であり、同郡の郡庁所在地である。人口は2010年国勢調査時点で253,691万人、2019年7月1日時点では274,02万人であり、インディアナポリスに次ぐ、州内、第2位である。州内では、北東部に位置し、東のオハイオ宗教まで、 約18マイル、北のミシガン宗教まで50マイルである。アレン軍及びウィットリー軍で構成される、フォートウェイン大都市圏の主要都市であり、都市圏人口は388,621人である。上記3軍の他に、アダムズ軍、デカルブ軍、ハンティントン軍、ノーブル軍、スチューベン軍、及びウェルズ軍を合わせた、広域都市圏。 の人口は61万1712人となっている。1794年、アメリカ独立戦争時の将軍かつ政治家、アンソニー・ウェインの指示により、アメリカ陸軍がマイアミ族インディアンの激音が集落近くに建設した一連の砦で、ウェイン砦が最後のものだった。砦は、ウェイン将軍にちなんで名付けられた。セント・ジョセフ川、 セントメアリーズ川及びモーミー川の合流点にヨーロッパ人開拓者のための公易基地として町が設立された。1823年には区画割りされ、ウォバッシュエリー運河の完成や鉄道の開通後には大きく発展した。かつてはブームを呼んだ工業都市が現在はラストベルトに属しており、近年は経済の多様化が進んで物流、輸送、医療、 製造、及び専門サービスと事業サービス、レジャーと宿泊、金融サービスに頼るようになっている。防衛産業の中心でもありその雇用数は数千人規模になっている。フォートウェインはインディアナ州北東部の文化中心であり、15の博物館や画廊、日刊誌市西、公共楽団、植物温室、動物園。 マイナーリーグの3チーム、NCWA ディビジョン I のチーム、86の公共公園がある。インディアナ州では5番目に大きい公立大学である、インディアナ大学、パデュー大学フォートウェイン校や、私立のコンコーディア神学校、インディアナ工業大学、セントフランシス大学もある。またアメリカ開拓の伝説となっている。 ジョニー・アップル・シードが埋葬されている場所として認識されている。フォートウェイン氏は1982年、1998年、2009年に全米都市賞を受賞した。17世紀半ば、マイアミ族インディアンが、モーミー川、セント・ジョセフ川、セント・メアリーズ川が集まるところに、マイアミ族と関連する。 アルゴンキンゴ族の首都として、激音がと呼ぶ集落を設立した。1680年代、この地域では、初めてのヨーロッパ人となる、フランス人交易業者が激音が近くに基地を設立した。そこは、五代湖とミシシッピ川の間で、陸上輸送を行う場所だった。1696年、フロンテナック伯爵が、 ジャンバティスト・ビソースール・ド・ヴィンセンヌをこのフランス基地の指揮官に指名した。1697年には、フランスはこの地に最初の砦であるマイアミ砦を建設し、ケベックとセントルイスの間に建設した一軍の砦の一つに位置づけた。ビソーが死んでから数年経った1721年、マイアミ砦の代わりにサンフィリップ・でミアミ砦が建設された。 1744年、ルイジアナ総督の命令により最初の国勢調査が行われた結果は、フランス人約40人とマイアミ族約1000人だった。この領土にも、フランスとイギリスの間で緊張関係が増し、1760年、フレンチ・インディアン戦争の間に、フランス軍が降伏した結果としてこの地域は、イギリス帝国に割上された。 1763年、ポンティアック戦争の一部として、様々なインディアン部族が、イギリス支配に反旗を翻し、砦を占領した。マイアミ族は、ケキオンガの支配権を取り戻し、それが30年間以上続いた。マッド・アンソニー・ウェイン将軍1790年、アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンが、アメリカ軍に、インディアナを確保するよう命じた。 リトルタートル州長やマイアミ連邦に対して、激音画で3回の戦闘が行われた。最初の2回では、マイアミ族戦士がアメリカ軍を破った。アンソニー・ウェイン将軍が3回目の遠征隊を率い、激音画の戦士たちがいないうちに集落を破壊した。マイアミ族が破壊された村に戻ってくると、リトルタートルが和平交渉を行った。 ウェイ将軍がそれを拒否すると、マイアミ族は、ホールンティンバーズまで進攻し、そこで1794年8月20日に起きた、戦いで敗北した。同年10月22日、アメリカ軍は、マイアミ連邦からオバッシュエリー陸走路を奪い、その3つの川が集まる場所に新しい砦を、建設して、将軍にちなみウェイン砦と名付けた。インディアナが、 州に昇格してから3年後の1819年、陸軍の駐屯地が廃止され、連邦政府土地管理局が、セントメアリーズ条約で、地元インディアンから活用された土地を売りに出した。1823年には区割りが引かれ、重要なフロンティアの前進基地となり、1829年には、フォートウェイン町として法人化された。この時の人口は300人だった。 オバッシュエリー運河が開通して、五大湖やミシシッピ川への交通が容易になり、フォートウェインでは、経済的な機会が増大した。1840年2月22日、フォートウェイン市として、再度法人化された時は、人口2000人だった。市のニックネームである、頂点の都市は、この運河で最高地点にあることから来ている。 市の初期発展にとって、ウォバッシュエリー運河は重要だったが、最初の鉄道である、ピッツバーグフォートウェインシカゴ鉄道が1854年に開通して、これと競合するとすぐに、運河は時代遅れになった。フォートウェインの長官図、南西方向を望む1868年20世紀への変わり目に、市の人口は5万人近くに達していた。これには、 ドイツやアイルランドからの移民が退去入ってきたことが貢献した。都市労働階級は工業と鉄道の関連産業で成長した。市の経済は製造業に多くを追っており、それが長い間に市内から出てきた著名な発明とともに革新の時代を導いた。フォートウェイン市からはベーキングパウダー、ガソリンポンプ、国内初の市営証明システム、 最初のハイファイ蓄音機、手機検知機、冷蔵庫、ゴミディスポーザー、トランジストラジオ、ジュークボックス、電卓が開発され、1972年には家庭用ゲーム機が出された。1913年、3つの川が溢れて7人が死亡し、1万5千人が家をなくし、5500棟以上の建物に損傷を与え、し始まって、以来の自然災害となった。 自動車が普及してくると、国内初の大陸横断ハイウェイである、リンカーンハイウェイの通り道となった。航空機の時代が始まると、1919年には、市発の空港である、スミス飛行場が開設された。この空港は、市の主要空港だったが、1947年に、第二次世界大戦で軍用に使われていた飛行場が、市に移管され、 ポートウェイン国際空港ができた。1929年に始まった世界恐慌の影響を受けると大半の工場が労働者を減らした。株式市場の崩壊はあったが、当時州内では最も高いビルとなる市内初の高層ビル、リンカーンバンクタワーが建設された。百三十五年までにニューディール政策の公共事業促進局で新しい公園、橋、 水路及び520万ドルをかけた下水処理場などインフラの改良で7000人分の職が生まれた。第二次世界大戦後の公共で市は再度成長を始めたが中心外から郊外部に企業がゆるりと移り始めた。1950年から1955年で5000棟以上の家屋が建設されその多くはアレン軍デニエン部の大型区画に建てられた。 郊外の小規模ショッピングセンターが続き、1947年には、市で、初のアンソニー・ウェイン・ビレッジがオープンした。1950年、市の北部で、初のバイパス道路、コロシアム・ブールバードが開通し、それに続いて、市発の競技場である戦争記念コロシアムが、開設されて、郊外拡張への新しい機会が生まれた。この競技場は、 NBA のフォートウェイン・ピストンズが1952年から1957年まで本拠地にした。1965年には初の屋内型ショッピングモール、グレンブルックスクエアがオープンし、1969年にサウスタウンモール、市の北と西に、週刊高速道路69号線の開通と続き、1960年代を通じて小売業は、 中心街から出ていく一方だった。フォートウェイン住居圏築業協会の推計によれば、1970年代の新築家屋の80%以上が市の郊外部に建てられた。1982年洪水の時のシューピアリア通り、ダストベルトにある多くの都市と同様に、1980年代は都心部が衰退し、 犯罪が増加し、ブルーカラー製造職の仕事が減った。中心街とその周辺地区では、住民や企業が、アレン軍の田園部にどんどん出ていって、衰退を続けた。1982年の洪水では、住民9000人が避難することになり、2000棟の建物に被害を出し、被害総額は5610万米ドルに上った。 当時のロナルド・レーガン大統領が急ぎ視察に訪れた。1990年代は転換の時代であり、当局は犯罪の抑制、経済の多様化及び中心外の再開発に注力した。1999年までに犯罪率は1974年の水準まで低下し、死経済が回復し、1998年の 失業率は2.4%付近で推移した。中心街の荒廃した建物を取り壊し、1991年には、ワンサミットスクエアの広場、1998年には、コートハウスグリーンが完成し、1995年から1999年に1690万ベイドルをかけて、ヘッドウォーターズパークが作られた。 ヘッドウォーターズ・パークは市民が集まる場所となり、市が5000万ベドルをかけた洪水制御計画の中心的存在となった。1994年、町の設立から200周年を祝った。2000年代に入っても中心街の再開発と投資に集中してきた。その10年間では、アレン群公共図書館本館、グランド、ウェイン会議場、 コートウェイン美術館の改築と拡張があり、変革の始まりとなった。2007年、1億3000万米ドルをかけた、ハリソンスクエア開発が始まり、新しい野球場、駐車場、アパート、小売、ホテルが作られていった。2009年にパークビュー野球場が、2010年に、ホテルのコートヤードバイマリオットがオープンした。2011年、 利用されていなかったアンソニー・ウェインビルを1500万ベイドルをかけて50個のマンションと小売店に転換した。市内初のライフスタイルセンターであるジェファーソンポイントのオープンとともに郊外部の成長は続き、2012年には5億3600万ベイドルをかけたパークビュー地域医療センターが完成した。フォートウェイン市北部セントジョセフ川の洪水制御壁アメリカ。 合衆国中西部にある、インディアナ州の北東中央地域に位置する。オハイオ州の西約18マイル、ミシガンの南約50マイルに位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は110.83平方マイル、このうち陸地は110.62平方マイル、水域は点二一平方マイルで、水域率はセントである。 北緯41度04分50秒整形85度08分21秒、北緯41.08056度整形85.13917度、41.08056-85.13917に位置している。ウィスコンシン氷河の作用を受けた地形はほぼ平坦であり、目立たない丘や谷がある。氷河期の終わりに交代する氷河が土地を侵食し、 均密に積まれた堆積物の層を残した。おそらく最も特徴ある地形は、市のすぐ北、ハンタータウン近くにあるシーダークリークキャニオンである。地域の西部は、ティプトン氷暦土平原にあり、東部は、元のブラックシッチである。北に流れるセントメアリーズ川と南に流れる、セントジョセフ川が、 軍のほぼ中央で合流してモーミー川となり、その後北東に流れて、エリー湖に注いでいる。五大湖盆地と、メキシコ湾水系を分けるセントローレンス、大陸分水海に沿っている。市内の樹林面積率は29%であり、州平均14.5%の2倍、国内平均の27.1%よりも多い。この率は、 人為的な開発とエメラルドアッシュボアラーの侵入によって減っている。フォートウェイン市は1990年以来アメリカの樹木の都市に指定されてきている。フォートウェインは湿潤大陸性気候にある。四季がはっきりしている。通常の夏は暑く湿気ており、冬は寒くいくらかの雪が降る。フォートウェイン国際空港で計測される。 年間平均降水量は37.9インチである。冬の積雪量は年平均32.9インチである。骨水効果雪が降ることはよくあるが、通常は軽いに、我が雪程度である。アメリカ国立気象局によれば、過去最高気温は2012年6月28日に、記録された、下肢106度。 過去最低気温は1918年1月12日に記録された下肢24度だった。過去最大の月間雨量は1986年7月の11.00インチ24時間雨量では1926年8月1日の4.93インチだった。 過去最大の月間降雪量は1982年1月の29.5インチ24時間降雪量では1964年3月10日の13.6インチだった。悪天候はよくあり、特に春と夏に多い。2001年5月26日に改良、藤田スケール EF2 の竜巻が襲い、3人が負傷し、コロシアムブールバード沿いと一部区画に損傷を与えた。 2012年6月の北アメリカ暴風では91マイル、時の突風が吹き、7万8000個が停電し、樹木約500本が倒された。被害総額は250万ベドルに上った。ウィリアムズ・ウッドランド公園歴史地区の家屋組市内は、昔から北東、北西、南東、南西の4つに区分されている。南西と南東を分けるのがカルフン通りであり、 北西と北東は、セント・ジョセフ側で分けられている。モーミー側が北東と南東を分け、セント・メアリーズ側の一部と、シカゴ・フォート・ウェインイースタン鉄道が北西と南西を分けている。19世紀の市内はギリシャ復古町、ゴシック復古町、イタリア様式の建築物が多かった。ギリシャ復古町建築は、数少なくなっており、 1827年建設のリチャード・ビルテがアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されて残っている。ゴシック様式とゴシック復古町建築は市内の最も著名な教会に見られる。1860年建設のイマキュレート、コンセプション大臣、1865年建設のトリニティ・エピスコパル教会。 1889年建設のセントポールズエヴァンゲリカルルユテル教会などである。アレン軍軍庁舎は2003年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された20世紀初期に人気のあった建築様式はアンジョー様式、リチャードソン・ロマネスク様式、新古典長様式、コロニアル復古町、オランダコロニアル復古町、チューダー復古町、 プレーリー様式、アメリカンクラフツマン様式、アメリカンフォースクエア様式及びアールデコ調だった。リチャードソン・ロマネスク様式の建築物には、1893年建設の旧フォート・ウェイン市役所、同じく1893年建設の消防車庫3号、1902年建設のジョン・エイチ・バス邸宅があり、すべてウィングマフリンの設計である。 新古典町様式の例としては、1926年建設のマソニックテンプル、1927年建設のノースサイド高校がある。新古典町様式と密接に関わるボザール様式建築は1890年代と1900年代初期の都市美運動の時期に人気を得て、1902年建設のアレン軍軍庁舎に反映されている。 アレン軍軍庁舎は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている市内二棟の一つである。ペンシルバニア鉄道駅、別名ベーカー通り駅は、アメリカンクラフツマン様式で設計された。アールデコ町の建築物には、高さ312フィートと、市内初の高層ビルかつ、州内最高の建物となった、リンカーンバンクタワーや、 1932年建設のイーロスアデア連邦政府ビルとアメリカ合衆国裁判所がある。ウィリアムズ・ウッドランド公園歴史地区には安城を用式やコロニアル復興町の住宅が見られる。フォレストパークブールバード歴史地区にはチューダー復興町の家屋がある。モダニズム建築とポストモダン建築は20世紀後半に建設した建物に見られる。 1952年建設のジョン・ディ・ヘインズ邸はフランク・ロイド・ライトが設計し、1953年建設のコンコーディア神学校はエーロ・サーリネ園が設計した。ポストモダン建築家マイケル・グレーブスが初めて受注したのが1967年建設のハンセル・マン邸であり、1972年のスナイダーマン邸は後に解体された。 1973年に建設されたアーツユナイテッドセンターはルイス・アイカーンがバイオリンとそのケースからヒントを得て設計した。その他の著名建築物として1982年建設のワンサミットスクエアは高さが442フィートあり、市内では最高、インディアナポリス市を除けば州内最高となっている。ジョニー・アップルシード公園にある アップルシードの破壊しフォートウェイン公園とレクリエーション部が市内86の公共公園と3つのパブリックゴルフ場を維持しており、その総面積は2805エーカーになる。そのうちフランク公園が最大であり、面積は316.4平方マイルある。この公園内にはフォーリンガー劇場、小布湖、フォートウェイン子供動物園があり、 年間約50万人が訪れている。その他の著名公園として、ジョニー・アップル・シード公園やマカロック公園がある。フォーリンガー・フライマン植物温室、ヘッドウォーターズ公園、ロートンスケート公園、歴史ある、ウェイントリデが中心街にある。グラビルに近いハーシュタウン貯水池は、軍内最大の水域であり、セーリングや釣りなど、ウォータースポーツで親しまれている。 中心街のセントメアリーズ川沿いにあるフォートウェインアウトフィッターズではカヌー、カヤック、立ち漕ぎボード、橋気がレンタルされ3つの河川のレクリエーションを楽しむことができる。セントジョセフ川に架か,かるロンベンダリーファミリー橋、インディアナ大学、パデュー大学フォートウェイン港とリバーグリーンウェイをつないでいる1970年代からリバーグリーンウェイと呼ばれる。 川土手の歩道や自転車道の体系を整備してきており、川物美化と住民の活動的ライフスタイルを奨励している。2013年時点で、市と軍に伸びる、総延長70マイルまで延伸されてきた。2009年には、全国レクリエーショントレールに指定された。2007年インディアナ州交通省が、フォートウェイントレールネットワークのパッファーベリートレールと、 呼ばれる遠心部建設の補助として、100万米ドル近くを、市に与えた。これは、フォートウェイン子ども動物園と市の北側郊外部を、トレイルシステム全体に繋ぐことになる。この計画は、線路跡を歩道にするものであり、廃線になった、ペンセントラル鉄道の通行権を利用している。最終計画では、北のアンゴラ近くで、ポカゴン州立公園とつなぎ、南では、 ブラフトン近くで、ウォバッシュ州立公園とつなぐ予定である。近年のトレールの発展で住民にとって、サイクリングが重要になってきた。2009年、市当局は、バイクフォートウェインと呼ぶ、新しく採択された包括的計画に従い、全市の通りで自転車レーンを設置し、250カ所以上の駐輪場を作る計画を発表した。2012年、 アメリカ自転車乗り同盟が死を自転車乗りのために安全な配慮と施設を提供し、交通やレクリエーションのために市民に自転車を奨励していることでブロンズレベルに認定した。2012年、フォートウェイントレールネットワークを利用した住民は48万人以上になった。 ポートウェインの経済史において製造業が深く根ざして、り、ウォバッシュエリー運河の重要な交易点として、成長した初期にまで遡ることができる。運河が開通してから間もなく鉄道が開通し、シカゴ、デトロイト、トレド、クリーブランドなど五大湖周辺の急成長をした、工業都市との交通が強化され容易になった。 20世紀の初期から中盤を通じて製造業が、市経済の中心だった。1900年から1930年の間に、工業生産工は747%成長し、1929年の生産工は9500万米ドルとなって、1899年の生産工一、100万米ドルから大きく増加した。 労働力も1900年の1万8000人から1930年の5万人に増加した。市内にある企業としては、ダナコーポレーション、フルーハウフコーポレーション、ゼネラルエレクトリック、インターナショナルハーベスター、マグナボックス、オールドクラウン、ブルーイングコーポレーション、トクハイムなどがある。製品では、冷蔵庫、洗濯機、自動蓄音機、食肉加工機、テレビ、 ゴミディスポーザー、自動車部品とエンジン、トレーラー、ガソリンポンプ、トラック、ビール、テントと天幕がある。磁気ワイヤーの生産は、市経済にとって、とりわけ重要になった。1960年、国内の磁気ワイヤー生産の中心地となり、ニューヘイブンワイヤーケーブル社、フェルプスドッジ、レーマグネットワイヤー、シュピアリア SX などの企業があり、 ゼネラルエレクトリックのフォートウェイン工場では北アメリカの磁気ワイヤーの90%近くを生産した1970年代と1980年代は経済不況の時代だった製造業の基盤が崩れブルーカラー労働力が減りダストベルトの中にある他の経済が傾いた都市の仲間入りをした市経済にとって最大の打撃は 1982年9月27日、最盛期には1万600人を雇用していたインターナショナルハーベスターが市内の組み立て工場を閉鎖すると発表したことだった。1980年代初期の不況に立ち行きの工場閉鎖が組み合わされ、市は3万人分の仕事がなくなり、失業率は12.1%にもなった。 ゼネラルモーターズが1987年にアレン軍に進出してきたことでインターナショナルハーベスターの抜けた穴を埋め3000人を雇用して地域の回復に寄与した。1990年代と2000年代に入って市は経済の多様化を進めた。製造業はアレン軍労働力の16.9%を雇用するだけになった。 他の重要な産業として、物流、輸送で23.1%、医療で17.9%、専門サービスと事業サービスで12.1%、レジャーと宿泊で11.1%、金融サービスで6.3%となった。レジャーと宿泊の部門は特に成長し、2009年には570万人の 観光客が市内で4億6600万米ドルを消費した。また、防衛産業の中心にもなり、米システムズ、ITT エクセリス、レーセオニシステムズなど市内で数千人を雇用した。2012年群の労働力は17万4207人、失業率は8.3%となった。フォートウェインには、ドゥイット・ベスト、フランクリン・エレクトリック、 フロンティアコミュニケーションズセントラルリージョン、ゲンテック、インディアナミシガンパワー、K&、K インシュアランス、メディカルプロテクティブ、ノースアメリカン版ラインズ、レイマグネットワイヤー、スティールダイナミクス、スイートウォーターサウンド、ベラブラッドリーなどが本社を置いている。スティールダイナミクスが、フォーチュン500で318位に入っており、このランキングに入る会社で、 唯一市内に本社を置いている。フォートウェインアレン軍経済開発同盟によれば、2013年11月時点で、軍内最大雇用主術結は次の通りである。リンカーンナショナルコーポレーション、1905年設立、中心街にある元本社で2000人近くを雇用している。中心街のエンバシー劇場、ひさしエンバシー劇場は、2471席の、 芸術劇場であり、当初は1928年に映画館として建設された。コンサートツアーから、ブロードウェイミュージカル、ダンス、地域行事、講演会までを催し、年間20万人の利用者がある。フォートウェイン公共楽団は、その1944年の設立以来この劇場を使うことが多い。インディアナ大学。 パデュー大学フォートウェイン校の資格芸能学部には、広さ8万5千平方フィート、1600席のジョン・アンドルス・ラインハルト音楽センターと297席のアーネスト・イ、e ・ウィリアムズ劇場がある。セント・フランシス大学芸能センターはその、中心街キャンパスにあり、2086席のホールがある。中心街の文化地区は、その2010年の設立以来、 芸術ユナイテッドセンター、アウア芸術文化センター、フォートウェイン美術館、ホールコミュニティアーツセンターがある。芸術ユナイテッドセンターには、フォートウェイン市民劇団、フォートウェインダンスコレクティブ、フォートウェイン青年劇団が入っており、660席である。2011年にオープンしたアウア芸術文化センターには、多くの文化組織の中でも、フォートウェインバレエ団が入っている。 2013年10月時点で観客席数200のブラックボックス劇場が建設中である。ホールコミュニティアーツセンターがこの地区の東端にあり、映画館が入っている。グランドウェイン会議場は主に展示会や会議に利用されるが、ダンスやコーラスの催しがあり、例えば毎年開催される教育における芸術と音楽の基金のスイースト祭が開催されている。 毎年約1万7000人の地元芸術家や音楽家が参加する。1987年以来、インディアナ州北部40軍で多文化芸術プログラムで320万人を集めてきた。フランク公園の動物園近くにある屋外のフォーリンガー劇場は観客席が約2500あり、暖かい季節に劇やコンサートを公演している。 中心街の西にあるアリーナディナーシアターは非営利、コミュニティアートの団体であり劇の公演に注力し毎年7回のノーカット劇公演を行っている。キューフォートウェイン市役所現在はヒストリーセンター2000年に中心街近くにオープンしたアフリカ人アフリカ系アメリカ人歴史博物館は2つのフロアに アメリカ合衆国の奴隷制度、地下鉄道、アフリカ系アメリカ人発明家、及び地元、アフリカ系アメリカ人コミュニティの歴史に関する銃の展示を行っている。1921年に設立された、フォートウェイン美術館は、アメリカ博物館同盟に認証されており、アメリカ芸術の収集と展示に特化している。そのすぐ南に、 アウアー芸術と文化のセンターがあり、アートリンクなど地元の芸術と文化の組織を収容するために2011年に開館した。フォートウェイン国際空港にあるグレーターフォートウェイン航空博物館は地域の航空術の歴史を収め、アートスミスや第二次世界大戦のエースパイロット、ポール・ファンク・ベアなど地元飛行家に関する記念品を展示している。 ヒストリーセンターは、旧市役所に入っており、地域の歴史を想起させる2万3000以上の人工物収集品を管理している。このセンターは、アレン郡、フォートウェイン歴史協会が監督しており、この協会は他にも市内にある2つのアメリカ合衆国国家歴史登録材の一つである、リチャードビル邸を維持している。 歴史的ワイントリ出は1815年建造の砦の複製であり、3つの川が集まる地点近く、ヘッドウォーターズ公園のセントメアリーズ川対岸にある。この砦では年間を通じて定期ツアーや歴史再現が行われている。中心街にある消防車庫3号はフォートウェイン消防博物館であり、1839年以降の フォートウェイン消防署の工作物や、以前使われていた消防車4台を展示している。中心街のすぐ北にある、旧市伝統発電所には、対話型科学センターである、サイエンスセントラルがある。ここでは常設展示と、機関展示があり、年間13万人が訪れている。カーペルズ現行と書博物館は国内に十ある、同種博物館の一つであり、 教育活動を通じて、著名な文書や、人工物の収集品を展示している。アレン軍戦争記念コロシアムとパークビュー野球場、フォートウェイン氏は3つのマイナーリーグスポーツチームが、本拠地にしている。イーストコーストホッケーリーグのフォートウェインコメッツ、NBA デベロップメントリーグのフォートウェインマッドアンズ、ミッドウェストリーグのフォートウェインティンキャップスである。 また女子フラットトラックダービー協会ディビジョン2のフォートウェインダービーガールズも本拠地にしている。大学間スポーツでは NCWA ディビジョンアイサミットリーグのインディアナ大学、パデュー大学フォートウェイン校、ナイアのインディアナ校科大学、セントフランシス大学がある。元は3つのプロチームがあった。NBA のフォートウェインピストンズ、全米女子プロ野球リーグのフォートウェインデージーズ、 全米プロ野球選手協会のフォートウェイン激音ガスである。いくつかのスポーツについてフォートウェインで初物があった。1871年5月4日、フォートウェイン激音ガスとクリーブランドフォレストシティーズの間で初のプロ野球試合があった。この試合は9回表までケオキンガスが2対0でリードしたところで雨のために中断された。 1883年6月2日、記録に残るところでは最初期のナイター、照明野球試合として、クインシープロフェッショナルズの試合があった。1948年、フォートウェインピストンズのコーチ、カール・ベネットが、そのアレクサンダー通りにあった自宅で、バーと NBL の合併を仲立ちしたので、現在の NBA が生まれた場所とされてもいる。 1961年3月10日、メモリアルコロシアムでの NBA の試合で、ウィルト・チェンバレンが1シーズン3000得点に達した、初のプレイヤーとなった。2007年の、ストリートスミススポーツビジネスジャーナルでは、マイナーリーグスポーツにとって、国内最良の場所に、フォートウェインが挙げられた。2009年の評価では、第2位だった。 イマキレート・コンセプション大寺院フォートウェインは、教会の都市と呼ばれることがある。これは、非公式のニックネームであり、19世紀後半に、カトリック教会、ルーテル教会、エピスコパル教会の地域中心だったことに、起因している。今日では、市内に、約360の教会がある。市民の54%は信仰心があるとされており、 国内平均の49%より少し高い。このうち16%がカトリック、9%がルーテル教会、6.5%がバプテスト、5%がメソジスト、0.14%がユダヤ教、その他のキリスト教が16.5%となっている。移民の間では仏教、ヒンドゥー教、イスラム教など、 宗教的少数者が増えている。現在イマキュレート・コンセプション大寺院がある場所に、1834年から1835年に、最初のカトリック教区として、セント・メアリーズが開設された。セント・ポールズ・エヴァンゲリカル・ルーテル教会は1837年に、市内初、州内で2番目のルーテル教会として設立された。トリニテ・ピスコパル教会は、 市内初の高級的エピスコパル教会として1850年に開設された。改革派ユダヤ教徒は1848年に設立され州内最古のユダヤ教会となっているコングリゲーションアクダスベショロムがある。B 内ジェイコブは保守派ユダヤ教徒のためのものである。どちらの教会もフォートウェインユダヤ連盟に入っている。2013年。 ミャンマーイスラム教徒の最初のモスクの建設が始まった。これは世界でも1970年代半ば以来のことである。ミャンマー系移民は母国における宗教迫害から逃れて移民してきており、ミャンマーでは30以上のモスクが破壊された。2012年12月時点でキリスト教系の4つの会派が市内に本部を置いている。 すなわち、ルーテル教会アメリカ教会、原理的、バプテストフェローシップ教会、ミッショナリーチャーチンク、フェローシップオブエヴァンゲリカル教会である。北インディアナ州14軍を管轄する、ローマカトリックフォートウェインサウスベンド教区の本部も、市内にある。市政府は、市長、市政委員会の形態をとっている。市長、指示務官 市政委員は4年間任期で選ばれている。市政委員は9人おり、6人が小選挙区から3人が自然体を選挙区に選出される。インディアナ州議会では上院に3人、下院に5人の議員を送っている。アメリカ合衆国議会下院ではインディアナ州第三選挙区に属し、2010年以降共和党員を送り出している。インディアナ州法の ユニガブ条項によって、市人口が25万人を超え、州内第一級都市になった時に、首都軍は自動的に統合されることになった。2006年1月1日に、アボイト軍区及び、ウェイン軍区の小部分を併合し、人口が25,094人増えて、条件を満たすことになった。しかし、2004年の州法改正で、 第一級都市の条件は25万人から60万人に引き上げられた。これを満たす都市は州内でインディアナポリス市のみである。イーロスアデア連邦政府ビルとアメリカ合衆国裁判所の建物にはアメリカ合衆国インディアナ北地区裁判所が入っており、これは1928年にアメリカ合衆国議会によって認定された。法の執行は フォートウェイン警察署が担当し、460人の署員がいる。2006年、犯罪率は人口10万人あたり5104.1件となり、全国平均の4479.3件を上回った。殺人は18件、強盗404件、窃盗2128件が発生していた。2010年時点で、 フォートウェイン消防署は18の支所に375人の消防署員がいる。市内の教育学区、東アレン郡フォートウェインコミュニティ、北西アレン郡南西アレン郡市内には、インディアナ大学、パデュー大学フォートウェイン校があり、学生数14,190人と州内では5番目に大きな公立大学である。また、IB 校下、 コミュニティカレッジの北東リージョンキャンパスもある。州内では2番目に大きな公立コミュニティカレッジである。インディアナ大学は市内で3番目に大きな公立高等教育機関であり、同大学医学校の医療教育フォートウェインセンターがある。私立大学としては、コンコーディア神学校、インディアナ工科大学、セントフランシス大学がある。 地域文校のある私立大学としては、インディアナウェスレアン大学、マンチェスター大学薬学部、トライン大学があり、最近クロスローズバイブルカレッジとグレースカレッジが増えた。この新しい2校は、元テーラー大学フォートウェイン校のキャンパスを共有している。その他、ブラウン・マッキーカレッジ、ハリソンカレッジ、国際授業カレッジ、ITT 工業大学、メドテックカレッジ、 ナショナルカレッジ、ロス医療教育センターがある。市内の公共教育は4つの教育学区が管轄している。東アレン郡フォートウェインコミュニティ、北西アレン郡南西アレン郡の各教育学区である。フォートウェインコミュニティ教育学区は、州内最大の学区である。2011年から2012年の教育年度では、児童生徒数31,022人だった。 私立教育の大半は、ルーテル教会インディアナ地区とローマカトリック、教会フォートウェインサウスベンド教区が管轄している。ブラックホーク、クリスチャン学校とカンタベリー学校も幼稚園生から12年生を教える私立学校である。アレン軍東部の田園地帯では、アーミッシュインディアナ教区学校が8年生までを教えている。インディアナ州北東部の10は、 国内でもニューテック高校が2番目に多く集中しているところである。科学技術に特化したニューテック高校の集中度では最大である。アレン軍公共図書館は1895年に設立され、現在は軍内に24の司書がある。2002年から2007年に8410万米ドルを かけて、システム全体の再構築を行った。本館は、床面積36万7千平方フィートあり、画廊、書店、カフェ、ホールもある。2009年、システム全体で、延べ300万人の利用者が740万件の、借り出しを行った。本館に入っている、フレッド J ・レーノルズ歴史系富学部は、35万件。 以上の印刷物と51万3000件のマイクロフィルムとマイクロフィッシュがあり、国内でも最大の経譜学収蔵品を誇っている。市内では公共放送サービスを含め全国系列のテレビ放送が全て視聴できる。また公共放送ラジオの壺根が2局ある。日刊誌はザ・ジャーナルが Z とピューリッツァ賞を受賞したザ・ニューズ・センティネルが発行されている。 この2種は、編集部は別だが、共同運営協定に基づいて、印刷、広告、配布を、フォートウェインニュースペーパーズ・インクが受け負っている。週刊誌には、グレーター・フォートウェイン・ビジネス・ウィークリー、生活娯楽共用新聞の、ワッツアップ、アフリカ系アメリカ人の、フロスト・イラストレーテッドがある。空港退役した、F、F-16C 戦闘機、2009年に、 フォートウェイン航空周軍基地で高級展示されている。フォートウェイン国際空港は2010年の利用客数65万人であり、州内では3番目に多い空港である。ここは第122戦闘機大隊のフォートウェイン航空周軍基地でもある。市内北部のスミス飛行場は主に一般用途に使われている。主要高規格道路市内を通る。 週刊高速道路は69号線と、その補助である環状の469号線がある。69号線は、南のインディアナポリス市の週刊高速道路465号線が、終端であり、北は、ミシガン州ポートヒューロンのカナダ国境が終端である。他の同規模の都市とは異なり、都心部の自動車専用道路がない。1946年、 2700万米ドルの連邦予算をかけ、中心街を東西及び南北に抜ける自動車、専用道路が提案された。当時は、第二次世界大戦の後で住宅が不足している中で1500棟、近い住宅を解体する必要があり、また民族的少数者を白人の住宅地区に移すことに対する恐れもあり、反対運動が成功した。1947年、 アンソニー・ウェイン・パークウェイと名付けられていた自動車、専用道路の建設に関する住民投票が、否決された。週刊高速道路69号線は、1962年から1971年に、市の西と北の郊外部を回るように建設された。環状道路の同469号線は、フォート・ウェイン市とニューヘイブンの南と東の円を回り、 1988年から1995年に建設された。その公費は2億700万米ドルとなり、アレン郡では最大の公共事業となった。469号線の完成で、連邦道路や修道の大半が市内を通らず迂回するように再構築された。市内を通るアメリカ国道は24号線、27号線。 30号線、33号線の4本である。インディアナ州道は1号線、3号線、14号線、37号線、930号線の5本である。2001年にエアポートエクスプレスウェイの延伸部が完成し、フォートウェイン国際空港と、週刊高速道路69号線が直接、結ばれた。公費は980万ベイドルだった。 鉄道1914年に開設されたペンシルバニア鉄道駅、市内の鉄道市のランドマークとなっているアムトラックの列車、ブロードウェイリミテッドが1990年までフォートウェインに停車していたが、その後経路が北に迂回された。アムトラックのキャピトルリミテッドはフォートウェインの北25マイルほどにあるオータールが一番近い停車駅である。 アムトラックの高速鉄道という形態で、市内に旅客列車を復活させる運動があった。貨物列車は一級鉄道と三級鉄道2本が運行されている。ノーフォークサザン鉄道の子会社トリプルクラウンサービシーズは国内最大のトラック輸送会社であり、フォートウェインに本社と主要創業所を置いている。公共交通機関フォートウェインの大量輸送機関は、 フォートウェイン交通会社が管理している。シティリンクは、市内とニューヘイブンへのバス路線12本を、中心街のセントラル駅から運行している。2009年に始まった、キャンパスリンクは、学生、教員、一般大衆のための無料シャトルバスサービスであり、IB 効果、コミュニティカレッジのコロシアムと、北、キャンパス、インディアナ大学。 パデュー大学フォートウェインコートウォーターフィールドキャンパスの学生住宅、ショッピングと住宅地域を結んでいる。年間のべ220万人が利用している。都市間バス交通はグレーハウンドとレイクフロントラインズが運行している。市内には6つの総合病院がある。デュポン病院、ルーテルインディアナ病院、パークビュー地域医療。 センター、パークビュー病院ランラリア、フォートウェインリハビリテーション病院、セントジョセフ病院である。これら6病院は、パークビュー健康システムとルーテル健康ネットワークのどちらかに所属している。福音軍人北インディア内療、システムフォートウェインキャンパスが、アメリカ合衆国福音軍人省を通じて、医療サービスを提供している。電力は、 インディアナ・ミシガン電力が提供している。北インディアナ公共事業会社が天然ガスを供給している。市は1日7200万 US ガロンの浄水を供給しており、スリーリバー浄水場とセント・ジョセフ川を利用している。アレン郡北部にあるハーシュタウン貯水池には18億 US ガロンの水を蓄えており、干ばつや山化線の災害時に対応する。市は 下水処理とゴミ収集も行っている。最初に実施された国勢調査は1744年にルイジアナ総督の命令で行われたものであり、人口はフランス人約40人、マイアミ族インディアン約1000人だった。市内には推計で6000人に近い国内最大のミャンマー系アメリカ人が住んでいる。渦はインディアナ州におけるフォートウェインハンティントン・オーバーン。 広域都市圏の位置を示している。この広域都市圏に含まれる都市圏及び小都市圏はそれぞれ下記の色で示されている。また、フォートウェインの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下に、フォートウェイン市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。フォートウェイン市は4つの都市と、 姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。